すごいサクサクです。梅干しとシソがいいアクセントになっています。きゅうりはすごくみずみずしいです。なかなか揚げ物に入れる機会が少ないと思うんですけど、揚げたらまた違う美味しさがあるので、ぜひ試していただきたいです。今回は梅干しを使ったんですけど、味噌に変えても合うと思います。
このチャンネルでは毎週金曜日に季節の野菜を使った丼レシピを配信しております。引き続き料理のお悩みを募集しております。余りがちな野菜や使い方に困っている野菜をコメント欄に書いてください。この動画をいいと思っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンをいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。来週もお楽しみに。